BPM1883 ハートありがとうございます。スイカ食べたい。スイカ今年食べたっけ。食べてない気がする。スイカ割りしたい。夏バテは大丈夫。全然今のところ大丈夫です。途切れ途切れ Wi-Fi の問題。ヤンミンさん、ドラマさんありがとうございます。ね、さっきさ、外一瞬出たらさ、感謝された2箇所太ももにさ、もう太ももあってこうやって刺された。同じ蚊でしょ絶対。全く。え、本当に Wi-Fi 悪い？こっちの問題？みんなそう？ Wi-Fi 繋がってるよね。No？ スイカ熊本さん。あ、よくか。よかった、大丈夫そう。よかった、よかった。よかったです。かーやだなー。チョパンお家だ。また見せますね。飾ってあるので、これなの。相棒とかセミが鳴いてる。話し方かわいい。普通だよ。かっちゃんぐるぐるありがとうございます。聞こえる？セミの声。聞こえる。聞こえますか？セミの声。セミだよね、これ。聞こえる。おお。コーヒー飲んでるよ。あとこれぐらい。あとこれぐらい。カパンダさん、金魚の水槽ありがとうございます。ちょっと大人っぽい来るのを見てください。カレーパン食べた。カレーパン食べた。赤パンダさん、スイカありがとうございます。ボングさん、なんだっけ、風鈴ありがとうございます。コーヒー頑張って、なんかちょっとずつ慣れてきた。すごいかわいい。って思いながら飲んでる。ブラックです。一応ね、これをね取ってきたんだけど、頑張ろうと思って。飲んでたら飲めるなるかなって。カレーパン美味しい、美味しくてさ、なんかあの迷ったんだけど、大人でしょ。ワンガさんありがとうございます。なんでコーヒー飲んでんの。大人になりたいから言わせないで。コーヒー頼む人かっこいい。
ヒー頼みたいもん。これは言っちゃ、言わせちゃダメだ。その考え、子供、違う、子供じゃない。そう、かっこよく頼みたくってさ、セブンでさ、アイスコーヒー一つって言ったの。したら、種類がですね、こちらになりますみたいな、あのアイスとか売ってるところに誘導されて、ここがあのなんかアイスコーヒーの M と L とか、あとは他にもありますみたいな言われて、あ、了解ですってパッて取って、そのまますぐあのお会計のとこ持ってったら L サイズで。いや、恥ずかしかったよね。でもまあ L サイズだし飲める人っぽいなと思いながらも、あの今 L サイズでかいなと思っております。初めて買った。なんかさ、いや、ファミマの、ファミマじゃなくてさ、どこやったっけ、ローソン、ローソンとかまた頼み方違うやん。なんかアイスなんてホットコーヒー、ママがこっち来た時になんかあのレジのところに書いてあるところで頼んだ時もあったから、それかなと思ったら違った。そう、店員さんが教えてくれました。紙ホルダーはないの。これアイスやからかな。なんかホットやったら持ちやすいためになんかつけれると思うけど。コーヒーを飲むと寝づらくなりますか。そこまでコーヒー飲まないかわかんないけど、今起きてるからそうなんじゃない。ストロー持ってきたと思ったら持ってきてなかった。関さん、ハートありがとうございます。ハロー翔さん。コーヒーをこの配信中になくすっていう目標。でもちょびちょびしか飲めない。引き立てのコーヒーは体にいいよ。セブン、そうやもん。だって豆入ってたもん、上に。入れ方わからんくって、めちゃめちゃ探して、あ、ちっとして。カパンダさん、お入りありがとうございます。そう、コーヒー飲めるとおしゃれなカフェに過ごす楽しみが増えます。それな、いいよね。そういうとこ行ってもさ、キャラメルラテ、ラテもちょっと苦手なんだよね、苦いから。昔コーヒー牛乳とかもさ、甘いってなんか言われるけど飲めなくって、でも今はコーヒー牛乳好きになって。そう、キャラメルラテ苦かった。そう、でももう今これだから。うん、コーヒー豆には種類があるんだよね。これのもお母さんもお父さんも朝いつもコーヒー飲むから、あの福井にいる時よく駅前の、待って、やばい、名前出てこなくなってんじゃん。あれ、福井駅
時のさ、なんか分かんないけど、ララポートって違う、何やったっけ、福井駅のさ横のさ、ハピリン、ハピリンで、ハピリンの2階らへんに今は分かんないけどコーヒー豆を売ってるとこがあって、それでよく買ってました。いろんな種類あるし値段も違うから、とりあえず高いのとあとなんか気になってちょっと親は苦めっていうか深い味が好きなのでそれをしました。絵を渡してた気がするな。こっちに引っ越してからも買ってあげたり、なんか親がコーヒー飲めるからいつか自分も飲めるようになるかなって思いながら飲んでおります。そうなんです。ね、福井がさコロナ結構さ増えてきてるらしく、怖いんだけど大丈夫かなって。これでさもしコロナで亡くなったら泣く。3回目、いろんなところ、まあ人口もね少ないからあれなんですけど、でもこっちも怖いのも怖いし、気をつけなあかんのは気をつけなあかんねんけど、9月の11日のライブをすごい楽しみにしてるので、あと福井にね久々に帰れるっていう、前回帰ったのが3月やったから、結構ちょこちょこ帰ってるんですよ、検査とかしたりとかして。でもこんな初めてかも、こんなずっと帰ってないのだから、4、3月、4、5、6、7、8、もう5ヶ月ぐらい会ってない、れいちゃんにれいちゃんに会ってない。ボンブさん、バラありがとうございます。台湾エロライさん、ハートありがとうございます。ワクチンまだなんですけど、でも副作用が怖いってよく言うので、そう、成人式からさ行ってないからさ申し込まないと、今日書くために。そうなんだよね、副作用が怖い、注射も怖いけど、びっくりするくらい痛くなかった。痛くないの？痛くないならする。痛くなくてもするけど。
そんなの成績同じ仲間ヤホ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 。皆さん駐車するときって見ますか？自分の刺さってるとこ見る？針が。ガン見？カパンダさん金魚ありがとう。見るの？見る人多くない？見れない。同じく採血は見ろ。 L、 なんで見るんですか？間違えないように、お医者さんが失敗しないようにとか。間違えたのか、間違いない。そうだね。見ない。っていう聞かれたら困っちゃう。確かに。見ちゃうもんな、見ちゃうもんね。なるほどね。うわぁ。血が流れてるの見ちゃう。ゾクッとしちゃう。クレーナー、どんなコメントがいい？質問とかあったら全然答えるよ。何でもコメント嬉しいです。ルカさん、デルマさん、ありがとうございます。でもなんか無意識に結構これぐらいまであったのにさ、ここまで飲んだってすごくない？ね、でも最初飲んでる時よりかはうわってなるのがちょっとなくなった。ちょっと俺の印象は難しいな。あ、薄くなった分、氷も溶けたね、確かに。餃子包んでた、餃子作るの？ポケモンユナイトってゲーム始めた。そんなある、新しく出た。髪の毛の色は気分を変えたい時とか、もう色やばいなみたいな。ちょっとずつさ、髪の毛さ、生えるの早い、生えるっていうか伸びるの早いからさ、黒くなってきて。好きなアイスは何ですか？最近多分自分の中でハマってるのは雪見大福。冬なんやけど雪見大福。冷たいコーヒーに一番合う食べ物は何だと思いますか？なんだろう、難しいな。ブリュレアイス好き。ちょっとあれやな、時間を置いて食べるやつ。またコーヒー、コーヒー甘いのやったら絶対もっと苦く感じちゃうから。なんだろうね。けど
なんかランチとか行ってさ、なんかイタリアンとか多いけど、最後にアイスコーヒーか紅茶かいかがですかっていうのを言うやん。それコーヒーって言ってみたい。マムさんありがとう。こんばんは。ありがとう。待って、スポーツ興味なしなわけじゃないよ、全然。髪伸びた。もうすぐ日本語のレッスン時間です。ハッシュありがとう。今日もかわいい。またねかな。ありがとう。頑張ってね。赤パンダさん、アイスありがとう。マグさん、使いありがとう。ありがとう。今日外出てるの暑いもんね。マジ今日地獄。それな、今日地獄だった。暑すぎてやばかったですね。こんばんは、松島さん。明日も明後日もやばい。こんばんは、こんばんは。若パンダさん、今こんばんは。三代目タモリさん、こんばんは。なんか違う曲流したいよね。またちょっと違う大事にしていた。流したことありそうな気もするけどな。流せる曲、フリー BGM を流してます。一応皆さん、髪の毛短いのとどっちが好きですか？髪の毛の長さ切ろうかな。色による。髪の毛上げたらこうなる。時と場合によるおい、どういうことやねん。いつもこれぐらいになったらさ、切るか切らないかもある。そう、短かったらエクステで何でもできるんだよね。どちらかなら短めの方が好き。これぐらいやったら今くくれる、くくれるようになった。後ろこうなるけど、どっちが好きですか？どっちも似合う。やった。もう夏だし、もう一回ちょっと切ろうかなと思いつつ、今はボブかな。うん、かわいい。おいしい。
圧倒的ボブ。なんかやっぱさ、ボブがいいのかな、クレマって。で、たまにさ、エクステでさ、長くするぐらいがいいのかな。みんながさ、染めてきたなって短いくらいの染めてきたなって思ったら、あ、確かにパンダとのツーショット載せる載せる載せる。ピアス入れるとこ見たくない人いるよね。とか言いながら入れるっていう。どこだ？いや、心臓のピアスじゃないんですけど。どこだ？なんか軟骨ってさ、なんかね、後ろがさ、なんかキャッチがついてるやつやったら寝てる時とか痛いんですよ。待って、なんでこんなさ入れたくなってるのかわかんないけど入らない。いや、穴は塞がんない。結構ね、なんかわかんないけど。止まらない。まあ開けて結構経つからな。あれ、見て、軟骨は唐揚げが美味しいよ。唐揚げ好き、軟骨の唐揚げ。なんかこんな感じでさ、丸くなってるやつやったらさ痛くないんですよ。こうやって挟むやつ。遊んでる人みたい遊んでる人とはチャラく見えるってこと。これね、ここに空いてるんだけどコロンってなってる初めて終えた遊び人なんて。何個開けてるの？7？ でも割り切れる数がいいって聞いたから、あのもう一個開けないとな。綺麗、マジ？そう、こっちに多分2つしか空いてないんだ。そうなんだ。あのピアスすぐなくすからさ、ありがとうございます。ナオミさん
あら、ありがとうございます。口にはしないよ。こういう歯をこういう感じでしょ。しないです。もともとも噛む癖あるから一回かよね。ね、ガリッてやっちゃいそう。右目入れてないけど生きてます。はやちゃん、風鈴ありがとう。若パンデさん、ハートありがとうございます。ピアスを置いてナンパされやすい、そんなことは多分関係ないと思います。ナンパ、ピアスでナンパされやすいとかあるの？おでこってどうやるの？眉毛とかあるよね、ここにこうやって痛そう。ナオミさん、タコさんありがとう。つむちゃんとか髪くらい、そりゃね、髪染めて1週間経ったら伸びてきてるので黒くなる。眉毛かっこいいけど痛そう。はじめまして。今日はじめましてか。軟骨そこまで人によると思うけど、向かいのはピアス開いてる子好きなんで。質問なんかすることないの？今質問に答えたい気分。特にないか。特にないの？何でも答えるよ。何でもって誰か。選ぶけど。ご飯食べた。16時ぐらいに野菜とカレーパン食べました。ネイルは親指こんな感じで、この色になってます。もう一回落とす、ちょっと剥がれてきてんで。何カレーが好き？最近はナスとか入ってるの好きです。ギター弾いてる？弾いてます。さっきも弾いてて、なんかね、その野菜がね、ああ何やったっけ、なんかナチョス系のさ感じのタコス系のやつで初めて食べた。ピリ辛のやつで新登場って書いてあって、今欲しいものなら、今めっちゃ物欲やばくて、でも我慢してる。苦い。そうなの。レイちゃんのサマーカットはどう思いましたか？めっちゃ笑いました。可愛いとかじゃなくて笑った。本当に。
ギブソンのペグは調子悪いの？ギブソンですか？なんか3弦ぐらいのところが緩くなってきてるけど、前あのメンテナンス行った時にまだ大丈夫だって言われて、まだ様子見ですね。コーヒーにミルク入れないの持ってきたけど、持ってきたけど今日の戦いは入れない。いや、猫の様がめっちゃ可愛いから、あの顔とね、お尻の尻尾の先だけね残してあるんですよ。それが可愛すぎてさ、マジで癒される。本当に。こんばんは、くーちゃん。スペースゴーさん、こんばんは。親バカです。確かに親バカです。親ではないんだけど親バカです。パンダより猫か？いや、パンダの方が好きやけど、猫の可愛さにレイちゃんを飼ってから分かった。でもそうだな、レイちゃんが一番強いになるけど、そうなんだよな。ずっと猫苦手で、野良猫とかも怖くて近寄らなかったんだけど、もう猫見つけたら、あ、猫ちゃんってなっちゃう。そうなんだよね、不思議で。DNA みたいな発言、そんなことない。以前ファンクラブにスタッフさんがアップロードした写真は何の撮影だったんですか？多分もうそろそろ分かると思います。今発表してるライブとかの関連した感じの撮影で、猫飼いたいね。それな、猫級くれなさ、猫級だっけ、猫級だよね。あの初めてレイちゃんので触ったんですけど、あ、これがそうなのかってなった。可愛いの正義、可愛いの正義、本当正義。私の家族ね、まずお母さんは LINE、 トプガもホームガもレイちゃんでしょ。でお姉ちゃんはホームガレイちゃんでしょ。おとんはホームガレイちゃんでしょ。でクエナもホームガレイちゃん。やばくない？超ケマジ、レイちゃん、レイちゃんばっか。本当に面白いよね。何するって、何、何の話。いやマジでレイちゃんばっかなんですよね。面白いよね。次女の時代は、そう、私とお姉ちゃんの時代は終わりまして、そう、れいちゃんの時代になってます。猫パンチされますか？寝てる時にわーかわいいねってなって、最初はいい子いい子しても、かわいくこんな目つぶってこんな感じなんだけど、一定の時間を過ぎるとってしてくる。でも爪出てないんだよ。なんかこうやってやってるとって乗せてくるの、めっち
ちゃ可愛くてさ、めちゃめちゃりえちゃんの話になっちゃうね。基本癒されたいなって思ったら親とかと電話してりえちゃん移してって言って。そうなんです、本当に可愛い、本当に可愛い。クレナの今日の夢話していいですか？ちょっと理解、ちょっと説明難しいかもしれないけど、クレナが実家帰って、夢の話ね、今日寝て夢を見た話なんですけど、お家帰省してて、でレイちゃんがいなくなったと、で家出しちゃったってなって、ママとパパもどうしようどうしようってなってて、そしたら猫が帰ってきたんですよ。でママとパパはレイちゃんだってなるけど、明らかにもうちっちゃい猫で、子猫で、でこれはレイちゃんじゃないってでね、レイちゃんじゃないだろう、誰だお前みたいな感じでクレナが夢の話、レイちゃんじゃないだろうってなって、誰だってなったら、ワン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 ってなって、全然違う人が猫になりきっててごめん、本当バカな話とかちょっとあれなんですけど、でクレナは剣とかを使う正義のヒーローその俳優の人は何にでもなりきれる正義のヒーローで、とりあえずママパパお姉ちゃん一回外出てっつって話し合うのごめんちょっとマジでバカな夢見てたのね。で戦うと思いきや一緒に写真撮って、で誰々知ってるみたいな、なんか会話をするっていう夢で起きた。本当に変な夢、変な夢でした。はい、クレナは剣とかを使える正義のヒーローだよ。精神科に一回相談したらやだ。確かにたまに戦う、確かに戦うかもぐらいの、結構夢の中で変な夢だよねマジで。なんか結構さ、家族を守る夢が多い、会いたいからかな、わかんないけど歌ってる。夢占いしてみよう、ちょっと調べてみよう。戦う夢、戦ってもないんだけどね。よくないんだけど、勝利、あ、勝利するときは抱えてる問題や悩みが解決されることなんだって。で負ける夢は自分に自信が持てないか、自信を持てないことから問題解決できないことを表してます。逃げ腰じゃないからな。超能力ではない、
結末を一緒に写真撮って、で普通にプライベートの友達の名前とか言って、この子知ってるみたいな感じでなんか話してみたいな感じなの。戦ってはないんだよね今回。でも親が出てくるか、親に会いたいのかな。そうか、まあ家族にずっと会いたいのはそうなんだけど、夢占いってさ面白いよね。家族はよく出る、れいちゃんもよく出る。これなんて原宿お買い物する夢見たことある。原宿でなんかあれやな、夢の中でも現実、これのみたいな変な夢じゃない。いいね。夢ってこういうの意外と覚えてるんですよね。ちゃんと寝れてないのかな。どうなんだろう。かやちゃん、スイカありがとう。え、じゃあさ、みんなのクレーナーのイメージ、偏見？偏見？なんか、どんな子やと思いますか、クレーナーは。普段。この配信とかさ、仕事してるじゃなくて、プライベートのクレーナーは、どういう人やと思いますか？教えてください。虫食べてそう。え？嘘。虫食べてそう？それはやばい。可愛いけど少し変な子。それもやばい。マイペース。うん、猫。実は猫。おっちょこちょい。リモコンすぐなくす。あたり。リモコンのこといつもピッピって言うんですけど、基本ピッピどこって言ってる。下北で買い物してそう。大きく騙されやすそう。騙されやすい。裏じゃめっちゃ毒舌入ってそう。毒舌吐かない。アリを見てんの？アリ。あ、でもなんか外座るときとかさ、アリ踏まないかちゃんと見る。カエルが好き？カエルが好きは違うね。1日5回は転んでそう。これ面白いね、いろいろ聞くの。1日5回は転んでないけどぶつけてます。幽霊は信じてる。可愛い子です。あと意外と話しやすい。でも話すの最近なんか結構話せる。待って、電車乗り換え間違えてそう。それ事実。覚えないけど事実。唇噛んでそう。事実。独り言言ってそうは。どうなんだろう。クレーナーの中では話しかけてるんやけど、声が小さすぎて届いてないのは多い。人の顔めっちゃ見そう。顔？あ、でも、人は見るかも。ミカレー箱に保存しあったね、そんなことも。食事が不規則。うん、事実。寝るのに電気消さなさそう。眠くて電気消すの遠かったら諦める。けど最近はそんなことない。歯磨きしたことはせいで2回歯磨きしてそう。それもない。けど歯磨きはする。
腹すいたって思ってた、常に思ってる。便秘してそう。どんなことやねん。料理して無駄に一人、あー料理してた時はやばとか言ってるかも。これ独り言なのかな。独り言ってさ、なんか普段なんかでなんかブツ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 って話すイメージの。でも足ぶつけていったが独り言なんやったら、この独り言言うわ。あっちコメントに裏垢で喧嘩打ってそう。喧嘩は打たないし、裏垢とかでコメントとかしたことないけど、マジで言いたいってなった時はある。ゲームの仕方が独特？ゲームの仕方が独特？とは、なんかみんなのイメージ面白いな。そうやって見られてんのか。やばい子だな、クエナ。ブラッククエナ。言わないのが、言いたくなるよ。けど、言わない。お風呂で歌う体操。いや、あのね、実家にいるときにね、ちっちゃい頃めちゃめちゃ歌ってたんですけど、それが近所まで丸聞こえっての知ってからも怖くて歌ってないです。また第2弾お願いします。みんな考えといて。やばい子だから応援してる。やばいねって。おい、通販番組ずっと見てそう。ちっちゃい頃よく見てた。すごいなーって、こうやってアピールするんだと。エイトの頃から変わった子だなと思ってた。なんでこれ、そこまで変わった子って自分で思わないけど、気づかない部分が変わってんのかな。未読スルーしてそう。あーします。意外としっかりしてるけど変。実は声低くて目つき悪そう。今声作ってるってこと？でも踊り苦手そう。踊り苦手。未読スルーは反対だよ。でもちゃんと返すよ。おいそういうこと。人見知りだけど友達欲しそう。それなー。そう。なんて言うんだっけ、死ぬやつね。こういうのもしたいって思うんだけど、貧血持ちやから、なんか行くに行けなくてさ、なんか行ったことないから、そこでさ抜いた方がいい、抜けないのか抜けるのか、なんか判断でしてもらえるのかなって思いつつ、菅井先生一回ね、見かけたんですよ。はっって思った。事務所の近くで。献血、そう献血、献血って山だ。みんなさ教えてくれないんだもん。みんな漢字で送ってきて。
ながら献血、献血です。そこそう今、いやいつもさ読めてるけどパッてさ出てこない時あるじゃん。それだった。そうなんです。いや普段読めるから大丈夫です、大丈夫です。漢字ドリルいらない、いらない、いらない。やば、もう1時間も配信するじゃん、早い。でもなんか面白かった今日。大変クリスマスに届きます、やら。ポンコツなんだけどアルーメン天才みたい。うお、飲み切らないと。今日の目標、置いちゃうというね。天王さん金魚ありがとうございます。ポンコツのとこが好きだから変わらないでほしい。なんかさ最近さライブ終わってどうでしたとかマネージャーさんとかに聞くんだけど、今日もポンコツだったって言われるの。え、どこがポンコツやったのって思いながら、っつって。赤パンダさん、かわいいのありがとうございます。褒め言葉。いや、今日はめっちゃいい感じにいけたみたいな感じで思っても、ポンコツ、そのままのクエなどいてください。多分ね、もうアイドル卒業してすぐ変わるんやったら、キャラ作ってたんかなとか思うけど、もう3年ね、やめて。このままやったらずっと永遠このままでいっちゃうから、ちょっと気をつけるわ。逆に酔ってるわ、やばい。コーヒー、あれ何々やったっけって一日何回言うのかなって思う。ああ、めっちゃ言うかも。何々やったっけって方言ですか。だっけ、本当はだっけ、だっけ。だっけだっけでした。アイドルの時は喋れない演技をしたんじゃないかなと思うくらい上手になって成長して、いや本当に喋れなかったね。なんならマイクを持ちたくなかったって言ってあれなんだけど、すごい苦手やった。変なビジュ、確かに関西弁やったっけって言うわ。そう、大人になりました。もう一人だからさ、自分が喋んないとさカバーしてくれる人もいないし、ね、難しいよね。猫級？猫級？って言ってなかった。嘘？猫級って言ってた気もする。猫級？ん？違和感はあったけど、あかん。え、猫級？え、嘘？クロラゲット？俺が猫系って書いたところ、書いたからさまつられた。
おい、やっぱりなんかさ違和感だからさ、猫吸だっけって言ってたの。肉吸だよ。そうだよ。やばいじゃん、最低ね。お元気ですよ、みてやくださん。配信中に気づいた。自分から言った？肉球、猫球、まあいいや、肉球ね。やだやだやだ、さあ、明日の天気予報シーラルよ。明日の天気予報は、明日の天気、東京。Google で調べたら、なんと今日33度お声の35度だって。え、やっぱ怖い怖い、無理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 。え、でもさ、今年最高の 39.1 度を新潟県で観測って言ってるよ、トップニュースに。やばっ。え、無理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 、溶ける。え、ちょっと音なくならないでほしいな。やばいね。飲み物しっかり。35度ってことは35度引いたら0、ん0度やん、どういうことやねん。天気とか相手者になってよ。そう、クナのこういうさ、テンションの浮き沈みが激しいんですよ。暑い、やだ、外出たくないな。見てもらったら、見てもらったら、日焼け対策、いただいた日傘とかいただいた日焼け止めを塗ってます。ありがたや。そう、傘も日傘、これいただいたやつめちゃめちゃ使ってるんだけど、いただき物は ね使わせていただくもん、いただかせていただきます。いただいてます。大事に大事に。ディズニーの日傘、ディズニーの日傘とか絶対可愛いよね。じゅんれいさん、かわいいのありがとうございます。捨てません。そう、上のところでもさ、配信さ別の方がやってるからさ、すごい賑やか。聞こえない？大丈夫そう。ヤンミンさん、電話さんありがとうございます。そう、え、外からでね、内側からミッキーたちがこっち見てるやつ、かわいい。いろいろあるよね。ね、暑いから水分補給しっかりとしてください。フォーって聞こえた。事務所のね、
盛り上がって、あの偉い。へ、コーヒーのお米なんかかっこいい？なんかさ、スタバ、そう芸能人っぽくさ、スタバ片手にさ、こうやってさ、なんかさ、お疲れ様ですとかしてみたい。もうちょっと大人っぽい服着てね、あの OL っぽく、いそう？いそうですか？とか言って裏ではあーってなんか何で呼んでるのね。どんだけちょびちょびなんやっていう。ぬるくはない。冷房効かせてるからか。鉄棒金メダル、おお、すごい。下唇かまでやめな。やめれたらやめてる癖なんで。癖なんです、やめます。なんでかな、やめちゃう。美味しそうに飲める。いやだってさ、これぐらいあったやつをさ、もうさ、これだけ飲んでるんだよ。そりゃもう飲めないってなるよね。こんばんは。こんばんは、あんさん。やばい、もう40分配信しすぎだ。まだめっちゃ慣れたほどでもないけど、飲み切れた。これ絶対出てこないんだよ、固まって。待って、ね、うん、これはしゃあない。もう出てこない。ごちそうさまでした。また気が向いてコーヒー飲めるようになりたいなって思ったら飲みます。飲みたいと思ったら。よくできました、ありがとうございます。ちょっとかっこよく飲みたかったけど、あの飲み切ったらよく頑張ったと言われちゃう。コーヒーの香り苦手なんですよ。コーヒーを飲まれた方のあの匂いってあるじゃないですか。あれも苦手なんですよ。でも最近はまだ大丈夫そう。赤パンダさん、お疲れ、ありがとうございます。え、いや最近大丈夫になってきたからあれなんやけど、そうコーヒーの苦手がちょっと苦手やってん。ライブ前絶対飲んでる？いやなんか嫌われてない、全然。もう最近は、昔がちょっとなんか苦手だった。で、
ということで、そろそろ終わりますか。ちょっと配信をね、長引いちゃったんですけど。ではランキングに移ります。13位、よもやよもやださん、ありがとうございます。12位、やまおさん、ありがとうございます。11位、 BPM1888 さん、ありがとうございます。10位、ロベルトさん、ありがとうございます。9位、香港のケイケイさん、ありがとうございます。8位、イルカさん、ありがとうございます。7位、ヨンミンさん、ありがとうございます。6位、チェキさん、ありがとうございます。5位、シゲチさん、ありがとうございます。4位、ミータさん、ありがとうございます。3位、ハヤちゃん、ありがとうございます。2位、オカパンダさん、ありがとうございます。1位、ボングさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お腹痛くて全然配信見れなかった。直してね、肉球。ね、楽しかった。またなんか今日はいろんなね、みんなのイメージを聞きまして、面白かったです。夢の話面白かった。今日はさて、どんな夢を見るのか、それとも見れないのか。ありがとうございました。イメージひどかった。いろいろあったね。ではでは、皆さん、ご飯食べてなかったらご飯を食べて、ゆっくり寝て、明日は暑い一日なので、お水を2リットルぐらい飲んでください。ではバイバーイ。ありがとうございました。おやすみー。